トライアスロンチームの枝田よしこです。今日はランニングのドリルをご紹介したいと思います。はい、今から紹介するドリルはたくさんあるのでテロップを参考に真似をしてみてください。では行きます。まずは前回しから外側から内側、股関節を大きく。足の裏をももにつけて、次は2テンポのもも上げ、いかがだったでしょうか。ランニングの前にこのドリルを行うことで動きを気をつけられたりウォーミングアップにもつながるのでぜひやってみてください。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。応援グッズ発売中です。リクエストがありましたらコメントをよろしくお願いします。ではまた会いましょう。